皆さんこんにちは、新垣理沙です。今日はですね、 What's in my bag やっていきたいと思います。はい、リクエストでもあったバッグの中身紹介をしていきたいと思います。ですが、今日はですね、ちょっと背景違いますよね。いつもは自分の部屋で撮ってるんですが、今日はこちらリビングでお届けしたいと思います。ということで、今日は一人じゃないので、一体誰が来てくれるのかお楽しみということで、早速行きたいと思います。それではスタート。あ、ちょっと届かないはい、それでは今日一緒にお届けするのは私の妹、白玉です。白玉さん、まあ、ちょっと慣れてないんでね、ちょっとたどたどしいかもしれないけど、そこも可愛いということで、自己紹介お願いします。はい、皆さんはじめまして、白玉です。イエイありがとうございます。本当に私のね、わがままでね、あとね、コメント欄にも白玉ちゃん出てほしいってね、あったのよ。ありがたいね。どうですか？いや、恥ずかしいです恥ずかしいんだって。でも、まあ、今日はね、ちょっとせっかくだから一緒にお願いって言って頼んで出てもらいました。ありがとうございます。じゃあね、早速バッグの中身紹介していきたいんだけど、せっかくだから妹の白玉のもだいたいね、何入ってるかなって分かんないですよ、私も。だから気になるから一緒に紹介していこう。はい、はい、ということで、じゃあどうしようか。じゃあまずバッグから見せようか、お互いが。はい、さて、はい、それではバッグを出しましょう。せーの、ドン。はい、こちらでーす。はい、じゃあまずちょっと白玉の見せて、ちょっと前に出して。はい、あ、かわいいね。こんなに皮みたいになってて、茶色？茶色。で、形もかわいい。でもなんか形ちょっと似てない？同じぐらいの大きさだね。いや、だいたいさ、なんか今さ、すっごいちっちゃいバッグとかあるじゃないですか。でもあれもかわいいんだけど、結局のところね、本当に入んないのよ入れたいものが結構あるの、やっぱり。ってなると、これぐらいのサイズがね、一番ね、いいんだよね。そう、私はね、これ、私もね、これどこだったかなってちょっとね、わかんないんだけど、これ可愛くない？ここがね、大きい、なんていうのこれ、これなんていうんだっけ、これ安全ピン。安全ピン、そう、安全ピンだっけ、これあれ、これ安全ピンかな。安全ピンみたいなので止まってる風なデザインになってて、でも実際はここをね、こうやってパチッパチッって止めるだけなんですよ。そこまでだとしても、そう、結構入るし、あとここがパッてなってるんだけど、この中にもね、ちゃんとね、ほら、ここにもね、パッチンついてるんですよね。そう、だからね、中からこうポロンって出たりとかもしないから安心なんですよ。だから結構これは使うかな。あとモノトーンのコーデとか、こうやって白、真っ白の時とかにも、まあ、合うし、何にでも合うかなっていう感じで、こちらのバッグを使ってまーす。どう？これいっぱい入る？うん、そうね。まあでも入ってるね。入ってる。じゃあ早速見せていこうか。じゃあまずお財布から見せようよ。お財布？うん。お財布は絶対誰でも入ってるものだから。はい、じゃあ、せーの。ほい！はーい、こちらになります。それ、ね、これはもうずっと使ってる。じゃあちょっと白玉の方見せて。こっちに見せて私に見せるよ、かわいい。見せて言ったらこっちに見せてあげて。はい、うん、こっちこっちね。これです。これこれどこのですか？マーク・ジェイコブス。マーク・ジェイコブス。これ何色っていうのかな。紫と、あ、ピンク。なるほどね。ここにビビッドなピンクと、まあ、紫と、これはちょっとなんていうんだろうな、レッ、ワインレッドみたいな感じですね。かわいい。これファスナーがチャックになってるんだね。で、カードとかはどれぐらい入るの？カード、ポイントカードとかね、大事ですから。結構入る。結構、あ、待って、お金いっぱい入ってるお、稼ぎやるな結構入る。うん、あのね、結構この小銭のとかが入ってるところのこっち側にいっぱいカード入れるとこがある。私はね、これひろこ林っていうところのブランドなんだけど、もうね、これね、何年使ってんだろう。私何年使ってたっけ、これ。すごい使ってた。すっごい使ってたんだよね。これのいいところは、まずこうやって開けると、この小銭のところが、見て、これ見て、すっごい取りやすいの、これ。ほら、これがね、いいの。小銭って、なんかあったっけってなるけど、これだったら
すぐ出せるし、カードなんてね、ざって見せるとね、こんなに入ってんの見えないか。でもね、待って、1、2、3、4、20枚以上入ってます。うん、なんだけど、この薄さ。そう、なんかこれすごいお気に入りなんだ。そうなんです、これももしね、気になる方いたら、ひろこ林さんって見てみてください。はい、ということで、次じゃ続いては、パスケース持ってる？ケース、オッケー、じゃあパスケース見せていこう。せーの、じゃーん。はい、こちらです。これ一緒に買ったやつでね、私はこれがよくって、でもね、なんかね、妹の白玉がね、このキャラがね、買いたいとか言ってさ、それにしたしょうがないから。そう、でもね、これが可愛くて、これは後ろに変えてパスケース、トイストーリー4のね、キャラクターです。はい、白玉はどこのですか？イルビゾンテですね。イルビゾンテだって。そうなの？初めてでした。皮だね。すごい柔らかい。かわいい。はい、パスケースですね。あとね、じゃあ次は、じゃあ携帯。携帯は、パン。これ、私は iPhone 11 Pro。そちらは ?11。11。大きいね。こんな感じのケースです。私はこれ大好きなあつ森のジュンくんと、ネイリストのちえこさんがキラキラにしてくれました。これは何？何のケース？これ透明のケースにステッカー。あ、ステッカーを入れてるのね。かわいい。次、なんかメイク道具とか入ってる？細かく入ってる。あ、じゃあメイク道具見せていこう。私はちなみに、この、パウダーファンデーション。この間も紹介した、ディープログラムのパウダーファンデーションと、あと、その日つけてるリップ。お、細かいね。結構入ってる。何？見せて。はい。はい、これは何ですか？ハイライト。ハイライト。はい、これクリオのね、プリズムエアのハイライトですね。あとはこれ、これ何ですか？アイシャドウ。アイシャドウ、キラキラ。どこの？ミシャ。ミシャだって、かわいいね。そしてこれがリップ。リップ、これはどことどこのですか？オペラと、オペラとシャネル。シャネルね。ちなみに色はこんな感じ。かわいいですね。そう、うん、このシャネルの色はこんな感じ。かわいい。いいね。リップ2個持ってるの。その時の気分みたいな。あとは香水。あ、香水。あ、ミニボトルに入ってるの。いいね。これ何の香水が入ってるの？これはクロエ。クロエ。めっちゃいい匂いする。クロエって感じ。そしてこれは何？これリップ。なんかザラザラのスクラブのやつ。あ、スクラブリップだ。これどこのですか？あ、忘れちゃったな。うん、ね、レブロン。レブロンだ。レブロン。レブロンです。いいの？これ何？すごい。スクラブなってめっちゃツルツルになる。ちょっとつける前とかね。欲しいこれ。はい、あとはね、何か、あとちょっとだな。あと私はこれ、今大事なディスカジェル。あ、入ってる？あ、まだ満帆だ。もうないから買わなくちゃ。はい、大事ですね、今これね。もう隙間があったらテピカジェル。はい、こういう感じで。あとラストかも。あとは、私はこれ、エアポッツ。エアポッツね。そう。はい、白玉は？何これ？これイヤホン。これも、エアポッツとだ。あ、でもほぼ一緒。ほぼ同じもの入ってない？打ち合わせなしですよ。はい、これ、いいの？これ。いい感じ？いつもイヤホンしてるイメージある。もうなんか話しかけても帰ってこないなって言うとき大体イヤホンしてるから。あとはこれ、鏡。これ一緒にさ、出かけるときに買ったやつ。鏡。あー、ポーキーの鏡。あとは最後、これハンカチ。これはどこですか？これもさっきのイルビゾンテ。イルビゾンテのハンカチ。イルビゾンテさっきのってことはあれだよね、定期ケースだよね。はい、ということで、バッグの中身紹介やってみました。大体ね、入ってるものをちょっと並べてみたんだけど、大体同じだったっていうね。私、さっき紹介し忘れたけど、前にも紹介したこれ、お薬ケースね。これも入ってました。はい、ということで、どう？なんかなかなかさ、こうやって一緒にさ、やることないじゃん、バッグの中身見せてみようみたいなことやんないから、こうやって YouTube きっかけにお互いの持ってるもの、あとさっき私が気になったのは、これ、このスクラブのリップ、これはね、買う、絶対。なんかあった？気になるもの。一緒、だから。
あ、まあほぼ一緒だからね。あ、でもこれは買おう。あ、Dプログラムのね、これね、そう、こういうのもね、発見できるからすごい楽しかったです。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思ってくださったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。新垣梨沙でした。まったねー。ちょっと分かんない。はい、はい。ご挨拶お願いします。初めて流れました。はい、ちょっと待って、ちょっとダメ。もう一回も？じゃあやろう。うん、じゃあ、こうやって呼びました。じゃあ、自己紹介お願いしますって言ったら、皆さん、はじめまして。リサの妹の白玉です。絶対できないじゃん。